波乗り三昧です。今晩はですね、仙台市内つつじヶ丘公園の夜桜見物に、来ていました。夜のね、このつつじヶ丘のお花見っていうの初めて来たんですが、なんか紅白の提灯がたくさんあって、なんか昭和の懐かしいなんかお祭りっていうかね、そんな風情のあるお花見でなかなかいいなと思って今日動画撮ってみました。ちょっと寒いですけども、なんか雰囲気味わってもらえればいいかなと思って、撮ってみました。どうぞご覧ください。ご視聴ありがとうございました。